ジェイ・ヒエロンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州フリーポート出身。エクストリームクートは所属。元アイファル世界ウェルター級王者。14歳の時よりレスリングを始め、フリーポート高校時代には、州大会に優勝。卒業後は、ニューヨーク州立大学ナスソーコミュニティカレッジに進学。全米カレッジジュニア大会で優勝し、 オールアメリカンに二度選出された。しかし進学したホフストラ大学ではマリファナの陽性反応が出てレスリング部を大部ドラッグの売買に手を染め逮捕された。心を入れ替えたヒエロンは友人フィル・バローニの勧めもあり総合格闘技の練習を始めた。2003年7月プロデビュー。翌年には UFC48 に出場しジョルジュ・サンピエールと対戦し、 パウンドで TKO 負けを喫した。2006年からは、アイファルと契約を交わし、ロサンゼルスアナコンダズに所属。2007年12月29日のアイファルウェルター級、グランプリ決勝で、デウソン・エレーノに、足の負傷で TKO 勝ちを収め優勝を果たし、世界ウェルター級王座に認定された。2008年4月4日、アイファル世界ウェルター級タイトルマッチで、 マーク・ミラーと対戦し、パウンドで TKO 価値を収め初防衛に成功した。その後7月31日に IR が活動停止し、アフリクションと契約を結んだ。2009年8月1日、アフリクション・トリロジーでポール・デイリーと対戦予定であったが、大会が消滅。すぐにストライク・ホスト契約し、 半月後の8月15日に開催されたストライクフォスケリノー VS サイボーグでジェシー・テイラーと対戦し判定勝ち。2011年3月5日ベラトア初参戦となったシーズン4のウェルター級トーナメント1回戦でアンソニー・ラプスリーと対戦しリアネ・イキド・チョークで一本勝ち。4月9日準決勝でブレント・ウィードマンと対戦し 3から0の判定勝ち。5月7日、決勝でリックホーンと対戦し、2から1の判定勝ちを収め優勝を果たした。2011年10月29日、ベラト五56の世界ウェルター級タイトルマッチでベン・アスクレンと対戦し、僅差の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2012年10月5日、7年ぶりの UFC 参戦と、 なった UFC オン f x 5でジェイク・エレン・バーガーと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2013年2月2日、UFC156 でタイロン・ウッドリーと対戦し、パウンドで小負け。2連敗となり、UFC からリリースされた。2014年3月7日、自身のツイッターで引退を表明した。ありがとうございます。